こんにちは、レオです。 iPhone 13について今年は進化が少ないっていう記事とか動画とかたまに見かけるんですけれども、そういう時に毎年購入する僕らみたいなレビューアーみたいなそういう人にとってのその iPhone の進化と最低2年は使う普通の人たちにとっての進化っていうのはまた全然違うよなっていうふうに思ったりします。で、一度そういう普通の人たちの目線から見た時の今持ってる自分の iPhone と今新しく出た iPhone の差っていうのを比較してみたいと思いました。で、自分の皆さんが持っている iPhone と買い替えを検討している新しい iPhone っていうのを比較したい人はぜひ Apple の公式サイトで iPhone のメニューを選択してその下の比較するのメニューに進むと iPhone を3つまで選んで比較できる機能があるのでそれを使うといいと思います。ただ普通の人だとそれも、どこを見たら分かりづらいっていう部分もあるのかなと思ったので、今回は僕こんな比較表を作って過去5年分の iPhone と最新モデルとで自分なりに比較をしてみました。でその結論として2年使った iPhone だったら今年の iPhone 13 Pro に買い替えるっていうところでも全然価値があると思うし、もう3年以上だったら間違いなく買い替えて体感できるその優位な差っていうのがあるというふうに思いました。なのでそこを説明していくんですけど、ただ一つ、いろんな条件があって比較が難しいっていうのがあるのね。例えば私は iPhone 11 Pro ですとか11ですとか11 Pro Max です。でそれぞれの人と13のしかもそれぞれ4種類あるやつをそれぞれ比べていったらしっちゃかめっちゃかになっちゃうので、今回は絞って普通サイズの iPhone の中で性能がいいやつ、プロがあればプロで、プロがなかったら、無印のやつを一つ基準にして5年分で今回の iPhone 13 Pro と、これが普通サイズの iPhone のいいやつですね、これを比べてみました。でこの動画では去年分、一昨年分、3年前分というこの3つの iPhone と今年の13 Pro、これを比較してみたいと思います。なので基準としてそれを聞いていただいてちょっと参考にしてみてください。で、詳しいところの具体的な比較っていうのはさっき言ったみたいな方法で自分で見てみてください。で、まず購入が2年前だとすると11 Proから13 Pro に今年買い替えることになります。でデザインの差で言うと丸いエッジがボックスの切り出しのエッジになるのでデザイン変更があります。なので結構この時点で大きいインパクトがあります。でチップは A13 というものから A15 になって GPU が4コアから5コアになります。これかなり大きいインパクトだと思います。スマホの脳みその回転がめっちゃ速くなるっていうことです。2年分の進化はそれなりにあります。あとディスプレイは 0.3 インチ大きくなって4倍割れにくくなります。これもインパクトあると思います。僕 iPhone、僕あんまり iPhone の画面割らない人間ですけど今年も1回も iPhone 12 mini 割らずに1年過ごすことができました。で通信は2年前のモデルだと 4G しか対応してないけど今年のモデルは 5G 対応してますのでここも大きな違いがあります。で電池持ちは動画再生の時間でいうと18時間から22時間になります。これも大きいですし加えて充電にマグセーフ対応っていうのが搭載されます。要は iPhone の後ろにマグネットがついててこういうケースをパチッとやったりとかこういう充電器にパチッとくっつけることができるっていうのがマグセーフです。この機能も搭載されます。でカメラはまず一番大きなインパクトがあるのは多分夜にポートレート写真が撮れるようになるっていうことです。暗いところでも、人にフォーカスして背景をボケさせるような写真を撮ることができるようになります。これは、実際にその写真のクオリティが上がったなってすごく実感できる、機能の進化だと思うんですけれども、ただ一方で、全体的にパワーアップしてるんですけど一方でレンズが増えるみたいなインパクトはないですね。もともと11 Pro だと三眼なのでそれが三眼になるっていうだけで望遠広角超広角っていう三眼になります。ただ、実際には望遠のスペックが変わっていたりとかするので、
細かく見ていくとすごくいろいろあります。あと、本当に細かく見ていくとプロ向けの機能の Apple Pro RAW 撮れたりプロレス映像が撮れるとかね、分かんない人は全く分かんないような機能が使えるようになるので、そこもすごいんですけど、普通の人が実感できるのは多分夜の撮影が一番大きいと思います。これは綺麗になります。なので、そのカメラの部分の進化っていうのは人によっては、そんなもんかな、夜の写真も撮らないよっていう人もいると思うので、そんなもんかなっていうくらいかもしれないんですけど、それ以外の進化も結構あるので、この時点でもう2年前に購入して今年どうしようかなを迷ってる人は購入してもいいというふうに思えるぐらい、進化を感じられると思います。はい、デザインが何より変わるので、所有欲というか購入したことによっての満足感は得られると思います。次に、購入が3年前だとすると、要は 10S から13 Pro に変わることになるんですけど、ざっと言うとデザインが変わる部分、さっきと一緒でめちゃくちゃ気分変わると思います。なので、その時点でテンション上がると思うし、あと3世代分のチップの進化っていうのは相当大きいですし、さっきよりも大きいですよね、11 Pro よりもね。で、ディスプレイも広くなって丈夫になる、これも11 Pro から13 Pro の進化と同じです。で、 5G 対応も同じで、バッテリー持ちはビデオ再生の場合8時間アップするので、これインパクトでかいと思います。で、 10S から13 Pro の場合カメラ性能がかなり進化するというところがインパクトあるはずです。なんといってもレンズが2つから3つになって超広角レンズでの撮影ができるようになるので、アングルの幅が広がります。なんか景色があった時に、これは広めに撮っておいた方が綺麗に撮れるかもって、ボタンを押すだけなんでね、どれが綺麗かなっていろいろ調べてたら、超広角ってやつが増えてる、うわこれめちゃくちゃたくさん映るじゃん、ビル高く映るじゃんとか、いい写真が撮れるようになります。これインパクトでかいです。レンズが増えます。で、あと夜の撮影でもやっぱりさっき言ったように、ナイトモード、ポートレートモードが撮れるようになったりとか、単純にそうじゃなくて、それに限らずレンズが明るくなったりもしてるので、夜の撮影で全体的に綺麗になります、間違いなく。で、あともう一つ大きなインパクトがあるのが、フロントカメラが 10S の頃は7メガピクセルだったのが、13 Pro になって12メガピクセルになってます。なので、そこもかなり進化している。自撮りの進化、あとズームとか、LINE とかやるときに自分のカメラ顔を写したときにかなり映像がクリアに見えるっていうところはすごい進化感じられるはずです。なので今3年前のモデルを使っている場合は、これはほとんど確実にテクノロジーの進化を体感できると思います。その本体の部分の進化っていうのもバチバチあるだろうし、カメラの部分の進化っていうのもバチバチ感じられるので、トータルで考えると絶対に、もう買い替え時というか、買い替えてちゃんと楽しめると僕は思います。で、最後に、前回の購入が4年前だとすると、もう現時点でも買い替えていいと思ってるんですけど、4年前だとするとね、その前は2017年に発売されたのが iPhone 8と iPhone 10って2つあったんですね。で、10は今言ってきた 10S とスペック、今から振り返るとそんなに変わらないのと、あと10が出た時にその年に買った人って、10初めて全画面のやつだったので、多分かなりの早く買う人だと思うので、まだ持ってる人って少ないと思う。毎年買い替えたり2年に1回は少なくとも買い替えたりと思うので、今回ここでは8と比べてみたいと思います。僕も8持ってたんで、すごく自分ごとの話なんですけど、要は8から13 Pro に買い替えると何が変わるかってところですよね。で、デザインはね、もう大幅に変わります。さっき言ったように、10の時に初めて全画面になったので、まず全画面のディスプレイになるし、ベゼルレスになるし、で、デザイン、その、ボディ自体のデザインもこういったボックスのデザインになります。こういったデザインになります。チップは A11 から A15 になって、 GPU もコア3から3コアから5コアになります。これももう本当に脳みそが爆速進化するっていう感じです。なのでもう4年分のテクノロジー界での進化っていうのは相当大きいです。で、ディスプレイは 1.4 インチ大きくなります。これもかなりでかいですし、4倍割れにくくなるのもあります。で、通信は 5G 対応するし、電池は動画再生で13時間から22時間持つようになりますので、これもかなりのインパクトだし、さっきまで説明したようなマグセーフにも
対応します。でカメラはめちゃくちゃ進化しますよ。8はレンズ1個しかなかったので、それが3つになります。なので相当いろんなことができるようになります。望遠レンズと超広角レンズが搭載されるので、今までこういう風にしか撮れなかったのがこうにも撮れるっていう感じですね。相当幅は広がると思います。でナイトモードでの写真も撮れるようになるし、あと手ブレ補正もめっちゃ進化しますよ。これはあの8まではシングルの手ブレ補正だったのが、その後デュアル補正ってなって、今センサーシフト手ブレ補正になってもうだいぶ進化してます。でフロントカメラももちろん7メガピクセルから12メガピクセル対応になって、でナイトモードも撮影できる、フロントカメラでもねできるようになります。なので相当感動すると思います、カメラだけでも。でデザインもめっちゃ変わるし、あの全画面になるっていうところもあるので、4年間寝かせた人だったら13プロを買って体感できる奇跡的なテクノロジーの進化っていうのはめちゃくちゃ あると思うので、もう間違いなく買いだというふうに思います。ということで、まあ、結論としては2年以上寝かせた人であれば、まあ、iPhone 13 Pro を購入してきっと進化大会できると思うし、3年以上だったらもうあやべえ早く買い替えればよかったってもしかしたら思うかもしれません。僕だったらすごい待ってよかったなって思うと思います。でまあ、知ってるよっていう人は知ってると思うんです、この話も。でもなんでこの動画をわざわざ撮ってるかというと、せっかくねこう普通の人は数年ぶりに購入するのに、そういう人が今年の iPhone は進化が少なかったのかっていうふうに思いながら買うのか、あでも自分の iPhone よりめちゃくちゃ進化したなって自信を持ってワクワクしながら買い替えるのかって全然違うと思うんですね。だから本当に2年前3年前じっくり待って購入する人は自信持って買い替えてほしいし、それだけ分新しい iPhone を楽しんでほしいなと思います。でただねこれはじゃあ Apple がこの程度の進化で満足していいよねっていう話ではないですよ。僕はガジェット好きとして、そりゃ iPhone にはもっともっと進化してほしいし、 Apple にはもっともっと野心的なことをやってほしいというふうに思ってます。これは他のあまり進化がなかったよねってブーブー言ってるレビューアーさんと同じ考えです。でこれはちょっと余談になるんですけど、その S をつけるナンバリングを戻してほしいなというふうに思います。 10S とかね、そういうやつ10が出て翌年は 10S が出るでよかったんじゃないかなと思うんですよね。今年も 12S になるんじゃないかみたいな話もしばらくあったんですけど、要はめっちゃ野心的に機能をつけて進化させるときに大きく番号を変えて、で間の年は S でもいいじゃないですか。確かに今回は S みたいな進化ですよ。 S の進化と番号が変わる進化って何が違うかというと、番号が変わる進化はもう本当に新しい機能を追加したりとか、デザインが何かの目的を持って変わったりとか、そういった進化があるとき、明確な進化があるときはナンバリングの変更です。 S の進化っていうのはそれをガンって行き過ぎたことをちょっと微調整して、あちょっとやりすぎだったよねみたいなバランスを整えるのが S の進化だと思います。もちろんそれは退化させるってことじゃなくて、 S のシーズンはその機能がいろいろあるときに、ここをワンって行かせすぎたよねのときに他のところをグイッて持ち上げて、全体のバランスをまた全体の平均値を上げるシーズンが S で、大きなナンバリングの変更の時はもう全体というよりは特化でバーンって上がるみたいな、そういうイメージはあって、だから大きく機能が変わった時に買いたいよっていう人はメジャーアップデートというか番号が変化するときに買い替えればいいし、自分は安心して安定した iPhone を買いたいよっていう人は S の時に買い替えるで、なんかすごくハッピーだったと思う、すごい平和的だったと思うんですけど、はっきり言って多分毎年番号変えるようになったのは毎年もっともっと売れるようにしたいっていう Apple の思惑があったんじゃないかと思うんですね。それはなぜかというと株価が上がるからです。でそれはあんまり良くないんじゃないかなって、長い短期的に見たら売上上がると思うんですよ。みんなやっぱインパクトでかいから、12から13になったんだ買おう、11から12になったんだ買おうっていう気持ちの方が、11から 11S になったんだ買おう、12から 12S になったんだ買おうの人よりもちょっとなんかインパクト大きく感じると思うんだけど、でもそこはね
なんか短期的に見たらそうだけど、長期的に見たら多分ブランド価値毀損してると思うんで、なんか今年はこうですよ、今年はこうですよっていう感じで切り分けて、本当はアップルには開発を進めてくれたりとかマーケティングしてくれたらいいのになってここは思ったりします。最後はすごい変な雑談になったし、最後の話は割とプロ向けというかガジェット好き向けで、前半の話というかほとんどの話はあんまりよくわかんないような人向けに話したんですけど、まあどちらも伝わってくれると嬉しいです。共感してくれる人がいると嬉しいです。どっちにしても僕は今回購入した13 Pro には対してはすごく楽しみにしてますし、まあ同じように13 Pro 購入した人は僕と一緒にワクワクして、自分のところに届くのをお待ちしましょう。そうじゃない人もね、まあ、じゃあ僕は14にします、私はまだまだ使いますよみたいな人たちもいると思うので、まあ、そういう人たちはね、とも一緒に14は来年はものすごい進化するっていうことを期待して待ちたいなというふうに思います。もっともっと進化してほしいよっていうふうに思ってる人たち向けには、僕はサムスンのギャラクシーフリップも予約してますし、ピクセルも一応見ようかなと思ってますので、まあ、そっちの動画もねぜひお楽しみください。これからもガジェットのレビューとか、まあ、自分がなんでそれを買ったかとか解説とかそういったところ、それから生産性向上につながりそうな考え方の紹介とかね、していきますので、このチャンネル登録して今後の動画もチェックしてください。ソーシャルメディアは Twitter、Instagram やってます。レオ遠山で検索して見つけてフォローしてください。そんな感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。